小田の阿佐地区は、京都市の市場カラスマの交差点を中心として、北端を、大池通、東端を河原町通り、南端を五条通り、西端を、堀川通に囲まれ、カラスマ、河原町といった商業地区や観光地を要するおよそ2キロ、平方メートルの地区を示す俗称。市場カラスマは、古くから、京都の商業、ビジネスの中心地として栄えてきた。また、 カラスマ2は、平安系解説当時のカラスマ工事にあたり、京都のメインストリートとして、現在に至る。京、他のアザ地区と呼ばれるエリアは、平安時代には、公家の邸宅が立ち並び、現代でも老舗の多い歴史あるエリアである。それでいて、レストランやブランドショップ、百貨店などもひしめき、実生価格は、工事地価の3から4倍と東京に比しても地価は、極めて高い。 高級マンションが多い地区としても知られ、資産価値が落ちにくいことから、投資先としても注目されている。京都市では、景観保護のための厳しい規制から、高層建築物が認められないが、他の地を作る、幹線道路沿いでは31メートルの建設が認められる。2010年代には、他のアザ地区を中心に、バブル的な投資の賑わいが見られた。2020年前後においては、 京都駅に近く、京都市立芸術大学の移転が2023年に控えた高人地区、また下鴨神社周辺の下鴨地区にも他のざ地区に匹敵する注目が集まっている。ありがとうございます。